三条大神宮は、北海道函館市、船見町にある神社である、旧社閣は豪社、天寺公大臣と豊池大臣を主催神に、皇術の神々を合詞している。社殿によると、王安年間に、藤坊という主言社が、伊勢神宮の文霊を、現在の函館市郊外にあたる亀田赤川村に、祀ったのが、始まりという、明暦元年5月に、 シリサーベ村に先座して、函館新名宮と称し、天南2年に、弥生町に再度先座した。幕末の函館戦争で、江本武明の率いる、旧幕府軍に加わった桑名藩主、松平定明の御座所とされ、明治7年に、当時の地名山の上町にちなんで、三条大神宮と改称、同九年号者に列した。 同11年11月と、翌12年12月の大火で累承したため、一時、住吉町の住吉神社に仮潜座し、同15年9月に、船見町85番地に新築潜座、さらに、同35年11月、現在地に展開築され、同40年6月、新鮮平白梁とも新神社に指定された。現在の社殿は、昭和5年6月に改築が始まり、 同七年三月に竣工したものである。稲荷神社、川拓神社、匠海の祖神社、出雲神社、住吉神社、秋葉神社、薬師神社、天満宮を合詞している。幕末期に第八代神職であった沢部拓馬は土佐藩の出身で、坂本龍馬のいとこ、土佐勤能同盟主の武市随山とは隕石関係にあったが、後に政教に改修して、 東急を去った。ありがとうございます。